はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の三河です。三河こと原口秀明です。この本を使って構造力学の講義を進めています。構造力学が苦手な学生向けに毎回1台ずつです、1台ずつなるべく丁寧になるべく分かりやすく説明しています。今日は R38 ラウンドの、こういうやつ、こういう問題です。まず M 図が書かれている、曲げモメント図がすでに書かれている、これは片持ち柱ですね。まあ、こうやると片持ち針になりますけども、片持ち柱の、何を求めなきゃ、 P と F を求めなさいと、外力を求めろ ということですね。ただし PF の符号は矢印の方向を正とすると、誇張弧と F は下向きを、P は下向きを正とするということですね。これの大きさを求めようということです。で、まあ普通はですね、こう固定端フィックスのところはゼロにはなんないんですね。曲げは普通はゼロになんなくて、まあこんなようになったりするんだけども、これはゼロで割と特殊なケースですね。なので、P と F の合力がここで、こういうこうとかこうにならない、この P と F のモーメントが A 点で、モーメントを持たないという感じになりますね。なのでかなり特殊な感じですね。特殊です。でこっちが右が凸になってるんで、こういう感じに沿ってる感じですね。右凸です。右凸なのでここは直角のはずですから、こういく感じです。で、解いてみますね。まずですね A 点 D 点の0と B の3キロニュートンだけ分かってると、ここが0とここが0と、それからここが3キロっていうのが、問題に載ってるということですね。ここが3キロが問題に載ってるということです。なのでこれ M 図からこれを求める珍しい問題ですよね。で、どうやって解くかというとですね、 A 点における M が0、 M が0って何でだっていうと、これが0になってると、曲げモーメントが0になってるということは外力のモーメントも A 点に対してゼロということになりますね。こういうモーメントがないと、ないということは、この外、こいつの及ぼす、こういう力も、ここではゼロということですね。ということで、そこから一つの式が出てきます。A 点における M イコールゼロで、まあ、ここ、反力を、まあ、仮定して反力をゼロって置いてもいいんだけど、もともとこうゼロって分かってるんで、ゼロですね。ここまあ当たり前だけど、ここはゼロと、反力ゼロと、ここの反力もゼロと、曲げモーメントもゼロってことは反力もゼロということですね。普通はですよ、普通こう 単純じゃない、片持ち針とか片持ち柱の場合こうなりますね。こうなるんだけども、この場合2つの力がちょうどこの合力がですね、合力の作用線がちょうどここを通るんで、モーメントを持たないんですよね。まあそこから、これはここが3なんで、ここが3、ここが3だから、これ正方形でこうなってるから F と P が同じと、この線が通ることから F と F イコール P で求めてもいいんだけども、そんな難しいっていうか、そういう考え方しなくてもですね、こうやって普通に P と F のモーメントを求めると、 P は長さ3で、腕の長さ3で P×3 と、こっち回りですね、こっち回り、こっち回りで、これ3いいですよね。このこの字になってるけども、ここを引っ張ってるの、まあここを押してるのと同じですね。こういう変な形してるけども、ここで測りましょうと、で P がここにいるのと同じ効果です。これ伝えてるだけなんで、この柱はで、ここを回すと、こう回すということは P×3 で時計回りと、プラス。で、今度 F は、これが長さです。こういう変な形してるんだけども、ここを引っ張るとですね、ここを中心にして、F でこう押してるのと同じです。なので3、F×3 で今度は半時計回りなんでマイナスと、イコール0と、これ時計回りをプラスとして、釣り合いの式を立てました。ということで P イコール F ですね。P イコール F です。まあ、直感的にはこれ P と F が等しいと、この合力はこうルート2倍になって45度になってこういくと
いうので分かるんですけども、まあ、それが分かんない人もですね、こうやって普通に解けば出てくるということですね。で、P イコール F が出ましたと。で、次に、B 点。B 点は、B 点は、下凸で3キロと。下凸と、こういう、下凸で3キロ、3キロと。こういう感じになってますね。こういう感じになってると。で、これをこ、こっち側だけこう切り出すとですね、こっち側だけこう、ここの部分を切って考えると、誇張根に3働いてることになります。ですよね。こうなってるから。こうなってるから。ですかね。ここですね。こう下向き、下にこう、この針の左側を考えてみると、左端を。こっち側にこう曲げがかかってると。曲げがかかって、凸になってると。凸になってる。下が凸となってると。下、凸の側をこう、グラフを書くので、下が凸になっていて、で、それが3キロニュートンと。なので、こういう、こうですよね。下凸だとこういうはずですよね。で、この左側のこっち向きだけ取り出すとこうなってるということです。これいいですかね。で、これ下持ってきますよ。下。で、こうなってですね、もうちょい大きくして、これがさっき出した、これですね、これ。これ出したっていうか、これを読んだだけですけども、これ3ですよって問題に書いてあった。この3をここに持ってきたということです。で、向き間違えないでくださいね。で、この3は、どっから来てるのかというと、まあいいや、B 点における、モーメントの釣り合いをこの場合考えましょうということで、3は、こっち方向ですね。なので、プラス3と、プラス3。で、P×3 は、やっぱりこっち方向。で、プラス P×3。で、F× 今度6ですね。この長さ6。で、ここにかかってるとして、こういう回転です。こういう回転。反時計回り。なので、マイナス F×6、イコール0と釣り合ってると。P と F による力と、この B 点のモーメント荷重、モーメント B 点の3キロニュートンが釣り合ってると。いう式を立てるとですね、1キロニュートンで出てくると。1プラス P-2F イコール0で、P と F が等しいというのはさっき出したんで、どっちでもいいんで、例えば、両方とも P だとすると、P-2P でマイナス P で、こっち持ってきて1と。なので P と F は1と、大きさ1ということですね。で、方向は問題が指定した方向ですね。P は下向きに指定されているので、下向きに1と。で、F は右向きなんで、右向きに1と。わかると。で、これが、答えですね。もう一回問題確認すると、図のような曲げモーメント図となった、この時 PF の値を求めよう。PF の値を求めよう。だから、これで答えになってますね。これで答えになってます。いいですかね。これで答えになってるんですけども、よろしいでしょうか。で、これ今釣り合いでこう考えましたけど、釣り合いじゃなくて、この L 型にかかる力が、ここに及ぼしているとするとどうなるかというとですね、この L 型にかかる、まあこれがスパナーだと考えて、誇張根に F×6 と、で誇張根に P×3 だけ及ぼしているわけですよね。モーメントが ここに対して。ここを回そうとするモーメントは、こっち方向 F×6 で、反対方向が P×3 と。ということは、こっち方向に、F×6-P×3 と。こっち方向にですよ。こう回転させようとする力が働いていると。これは釣り合いじゃなくて、このスパナ、これをスパナと考えて、このスパナがこっちの方が腕が長いから、こういうふうに回転させようとしていると。そうすると、これ、F と P は同じだから、これ 3F になるということです。3F の力がこっちに向いていると。で、反対方向っていうか、このグラフの形から曲げを考えると、ここが3であると。グラフの形からですね。これは与えられている問題に。そうすると、こっちも3になるはずだから、大きさが。そうすると、3F イコール3で、F イコール1と。と考えてもいいわけですね。どっちでもいいですね。
だこれをスパナと考えて、ここに働くモーメントをこっちこうこうだとして、ここに働くモーメントを考えてもいいですし、これが3キロニュートンっていう曲げがここに働いてるから、曲げがこうこういうふうに働いてるから、33という曲げが働いてるから、それに対してこの L 型のこれが動かないとして、3プラス P かける3引く F かける6イコール0で、それで P と F が等しいことから1と出るということですね。よろしいですかね。で、こっち行ってですね、これは何計算してんだ、こっち行ってですね、図のラーメンは肩持ち針を90度回転して、肩持ち針を90度回転させて、肩持ち柱にして、柱を2回折り曲げた形をしています。こう。これかなり無理な、構造ですけどね。こんな構造あるのかっていう感じだけども、まあ、問題だからね。肩持ち針と同様に釣り合いで反力、応力を求めることができる制定構造ですと。で、ここで、まあ、これは真面目に、H と V と M で、真面目にですね、こう、反力を求めてみると、H プラス F イコール0と、水平方向ですね。もうちょっと大きくしますね。もうちょっと大きくして、で、縦方向は VA マイナス P、こっち P、下向きイコール0で VA が P と。で、HA がマイナス F と。なので、こっちに F って働いてますね。で、VA が P で上向きと。こうなってると。まあ、当たり前なんだけど、これちょうど逆になるはずですよ。そうしないと、横と縦に動いちゃうわけですから。で、A 点における、モーメントを0にして、MA、まあ、こっち方向を MA と仮定してですね、プラス P3P、引く 3F イコール0で、MA が 3F 引く 3P ということ。で、図のこの形でここ0ですと。より、それより MA イコール0なので、3F 引く 3P が0なので、F イコール P と出ると。と考えてもいいですよと。要するに釣り合いで解いてもいいですよと。さっきはどういうふうに解いたかっていうと、こいつの持ってる、これによるモーメント、ここに対するモーメントはどんぐらいかって考えて、これ汚くなっちゃったな。どんぐらいかって考えて、3P-3F ってなって、で、それが結果的に0なので、P イコール F となったとしてますけども、まあこれも同じことをやってるんですけども、こういうことをやってるということですね。P イコール F がここで出ると。あと、ここを X としてですね、X として、M イコール0から、これ、右凸を M とすると、もうちょっと大きくするよ、大きくしますよ。右凸を M として、ここの位置のですね。で、ここの位置での M イコール0を考えると、こっちは、こういう方向なんで、反時計回りなのでマイナス M と。で、F はこっち方向。F×X はこっち方向のモーメントなので、プラス FX と。P はこれ、作用線がこう中心を取るので関係ないと。回さないということですね。イコール0なので、M イコール FX になると。M イコール FX と。M イコール FX で、こういうグラフになって、で、ここが3なので、3メーターなので、ここが 3F と。3F。で、3F が、ここによると、問題によると、汚くて見えん、3キロ、ここが3ですね、ここが3と、ここが3なので、3F イコール3なので F イコール1と出るということですね、がここに書いてあってということですね。で、F が1で P が1というのが分かるということです。まあこういう解き方でもいいと。まあ普通に、曲げモーメントを考えるのと、まあ、真面目にですね、真面目にって言ったら変だけど、ここは曲げモーメントの式を考えて、ここは、釣り合いでこの反力を求めてと。この式から P イコール F が出てきて、で、こっちの式からこのグラフは、FX というグラフになるというのが出てきて、で、そこで3メーターのところで3だから、3F イコール3で F イコール1というのが出てくると。で、こっちで P イコール1となると。
いうことですね。で、今回はですね、M 図から、外力を求めるっていう珍しい問題で、まあこういうのをいっぱいいろんな形でやると、構造力学の力がつくかなと思います。なので根気よくね、まあ自分で解く練習をしてください。で、いろんな解き方があるので、今言ったように、これをスパナーと考えて、ここが0になるように、考える。まあ作用線がここになるから P イコール F って考えちゃってもいいし、まあちょっと計算して 3×F、3×P で等しくなるから F イコール P でもいいですよね。で、ここが3になるから同じようにこれをスパナーとして考えてもいいということですね。で、まあ普通に切断法で、このように考えてもいいと。あ、こちらは反力の釣り合いで考えてるということですね。まあ同じことをやってるだけなんですけどね。まあいろんな考え方ができるということです。必ずですね、紙に書いてやってくださいね。ぼーっと見てても力つかないし、分かったと思っても言っといてみると分かってなかったりするんで、で、あとこういう向きの考え方も毎回ですね、毎回考えてやった方がいいですよ。そうしないと分かったつもりでも分かってないということが出てきてしまうので注意してください。今日は以上です。今回はですね、不整形な片持ち柱の M 図、曲げモーメント図から外力を求めるという問題をやりました。役に立ったと思われる方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではさよなら。